英雄伝説怪の奇跡実況プレイパート10やっていきましょう。 4SPG 消化前にまずマッチ巡りやっていきます。今回は、トリオンタワー。よし向かうぞ。何か催し物やってみたいな。最近は宇宙警戒の盛り上がりもあって今まで以上にいろいろなイベントをやってるらしいね。あとはアイドルみたいなサブカルチャー系のイベントも結構増えてるとか。なんか現れんじゃね。それは面白そうです。そのあたりも興味深いが、やはり気になるのは各企業や他国方面のリアクションだな。確かにベルヌストやバリス投資銀行、リベールアンテナショップ、企業や諸外国の動向を伺い知れそうな場所も何件かありますね。そのあたりの説も含めて一通り回ってみるとしよう。デジタルのイベントも一応軽く様子見ておいてもいいかもな。 OK、 じゃあゆっくり回っていってみよう。金がねえな。ゼラムカプセル売ります。宇宙計画関係のイベントをやっているみたいだね。天文学を収める身としては少し感慨深いかな。なんだか宇宙が身近になった気がして宇宙計画の功績の一つでしょうか。うん、どうするの。うん、金がねえです。あります。序盤は使うんだろう。サイバーゴーグル、こういうのまたおよいね。またよろしくね。ハーブティー、パルフェドロワイヤル、ペパーミントティー。ありがとうございました。サーチ開始。宇宙グッズじっくり選んでくれよ。ムーンライトブレス、これなんかに使いそうだな。これ買っといた方がいいんだろうかね。たまにさ、なんか交換品として必要になってくるような装飾品があったりするからさ、結構装飾品関連もなんか何でもかんでも無視してると後で痛い目遭いそうな感じはするんですよね。また来てくれよな。なんならセントルマルシェで売ってたあのアンティークチェーンとかも結構おっかないし。どういたしましょうか。これもなんかありそうだな。またお越しください。誰？どこ？この周辺か。もうトリオンモールにお集まりの皆さん、お待たせしました。まもなくスターテイカー計画協賛宇宙トークショーが始まります。大陸中で話題の宇宙計画について楽しく分かりやすく語っていくこの企画、進行役を務めるのはスターテイカー計画アンバサダー、今まさに人気沸騰中のアイドルグループベガのお二人です。誰？皆さんごきげんよう。ベガのレイチェルです。今日も最後まで楽しませてあげるわ。ユーリアです。来てくれて嬉しいわ。誰？トークショーの前座としてまずはこの曲を聴いてください。プラネットレイン。誰？なんかピコピコしてますけど。すげえ盛り上がってんな。最近アイドルもそこそこバズってるみたいだが、少し前に宇宙結果のアンバサダーに選ばれて一気に人気になったみたいですね。ですがもともとやっていたのは、あ、そっか、嘘でしょ？どうして？僕は私たちの
何やら事情がありそうだな。おや、バン君たち。ん？おう。あなた方はシェリーと交代して殿下に CID の。手物揃いで。奇遇だね。こんなところで君たちと会えるとは。これもアルーシャの導きか。そして私たちの縁の賜物でしょう。やれやれ、エルザイムの皇太子殿下と CID の飛燕皇子殿が一緒にいるとは。眠くなってるっけ。同盟国としてお忍びでの宇宙計画の視察、今回は、護衛官殿は来ていない、来てないんですね。彼女には今妹の外遊中の護衛についてもらっていてね。こっち。今回は代わりにそちらの少尉殿が周辺の警戒を万全にしてくれている。恐縮です。突然アイドルのショーを見に行くと言われて、正直頭を抱えましたが、これだけ開けた場所で人払いもせずにだなんて。ライブ感を大事にしていてね。暗殺や狙撃といった心配もそこまでないだろう。大陸中の注目がグラムハート閣下と宇宙計画に集まっている今の状況ならね。それは EID も随分忙しそうにしてるみたいな。今回の計画については派閥に関係なくそちらに注力させられているようだが。ご明察。特に私は閣下の頼みを断りにくい立場であるのもあってね。あれね、数ヶ月前に起きなくなったクーデターでの。その意味でいずれあらゆる職員が計画にアサインされすることになるでしょう。個人的には読み方わかりません。その前に少しでも外と情報交換の機会をって感じですか。しかしあんたほどのお偉いさんまで完全に手駒扱いとはな。我が国もイシュガル山脈南方の飛行制限などで協力しているとはいえ、明確に一線を引かれていてね。改めてグラムハード閣下の手腕と計画への並々ならぬ熱意を感じているところさ。うん、あなたが申し訳なく思う必要はないわ。それにどんな立場でも入れる限りのことを尽くすのは変わらない。それはあの方の理念にも通じるでしょうから。おう、ロックスミス、そこだけ、揺るがせるつもりはありません。仮初めのクーデターでの失態、彼を返すだけではなく勝たずするためにもご立派です。たく、あいつの上司と部下なだけあるぜ。まあ今後とも協力し合えるところはしていこうぜ。ええ、確約はできないけれど利害が一致する範囲でなら。それは我が国も同じだろう。今後ともよろしく頼むよ、バン君。おお、以前バン君の見たロックのライブもすごかったが、あの時乗り損ねてしまった雪辱、今こそ果たすとしようか。皇太子ですか。ですからあまり人混みに入られてはいいじゃないか。なんなら君も一緒にどうだい。そうだ、噂のおたげというものを。少子さんもご苦労しますね。まあ最近肩の力が抜けたのか、宝刀王子にちょっとは近づいているか。それがいいのか悪いのかは置いといてね。絶対気合うだろう。こっちはなんだ。あれ？ああ。少々持ち上げすぎのような気がいたしますが。いたなーって感じだな。あのリベール通信のお役に立てるのでしたら光栄です。うん、どうぞご遠慮なく。お、アルセイユかな。こんにちは、リラさん。なんだか忙しそうだな。いや、その格好は。学芸祭じゃ確かカジュアルなタイプのメイド服を着ていたか。こうしたクラシックなスタイルは随分と久しぶりになりますね。故郷リベールから宇宙計画に合わせて記者の方がいらしていまして、取材のオファーとこの後の出張のために引っ張り出してきた次第です。
もともとメイドってのは聞いてたが、さすがにしっくりくるじゃねえか。やはり本職の方は違いますね。私のはあくまで、SC 制服ですし、まさにあるべき姿って感じです。私もそう思います。でも出張っていうのは、実は、以前からとある筋に打診されていた案件がございまして、明日から数日間ではありますが、イーリスを離れる予定なのです。そうでしたか。それはまた急なお話ですね。この時期にとある筋からの依頼ね。ご迷惑をおかけしますが、不在の間別のものに店を任せますので、どうぞ変わらずごひいきいただければと。ああ、そうさせてもらうぜ。で、何扱ってんの？お、トリガーボイス。アンテローゼサブレ。アンテローゼって名前久しぶりに聞いたな。あとはまだ何かある。ブティックか。あ、女性向けね。防具買うならこっちにする感じか。男性用は向こうで買おう。あ、映画。お。なるほど。まあこの辺もいずれゆるりと。で、ここ SPG に。次は？あ、見れる？今チラッと出てたけど腐食の効果やだな。火力にも影響するのか。また来てくれよな。ほとんど遠くの上位互換じゃね。で、OSPG がこれと。さて、宇宙産業の投資トラブル。証券会社の人間に勧められて爆上がりが見込まれる宇宙技術関連企業への投資金を預けたのですが、それ以来連絡がなく変な勧誘が来るようになりました。もしかして僕は詐欺に引っかかったのでしょうか。その真意の調査と可能であれば預けたミラの奪還をお願いしたいです。トリオンモールの休憩スペースでお待ちしています。ジョアン。なるほど、なるほどね。そういうのを使った良くないビジネスが動き出しちゃってる感じですかね。こっち不便だ、不便だな。うん。トリオンモールへようこそ。首都のランドマーク、トリオンタワーをはじめ、ファストファッションから出る。なんかいろいろと裏がありそうだな。まあ一通り見られたが、一旦ブティック。そろそろ防具とかも揃えよう。エルラントへようこそ、お客様。ごゆっくりどうぞ。これ男性用だもんね。まあ、とりあえず2人分またいつでもどうぞ。んで、出発いたします。メインキャラの分ですね。とりあえずください
この辺売っていいかな。気に召したなら幸いですわ。あとはあのアンティークチェーンを買っときたいんだけど、よし行くか。多分金が足らないかな。どうだっけ。冷やかしはごめん、もう終わりかい。ここじゃないな。これじゃないな。あれどうだっけな。よ、見ていくか。これだ。すぐ手放してどうこうできるあれでもないからな。ちょっと他の先消化しつつって感じか。そしたらだ、とりあえず。ありがとうございます。礼は言わねえぜ。ありがとう、大事にするよ。もらっておくわ。うん、でこの辺もまあざっと流してみるっていう感じで、ちゃんと見ないですけど。ボルダリング？お。フェイなら楽勝だろ、こんな。なるほど。おや、情けねえな、パン。おっさん。だったら私が引き継ごうか。お、フィー。出張前のパトロールを兼ねた息抜きってやつかな。いいね。身軽組。ほぼ同時だけど若干フィルの速くなかった？はいはい。
いろいろ大変だったね。うん。お。バンさんはまだまだ若いと思いますけど、ふつつか者ですが、改めてよろしくお願いします。バンさん、憧れの人たちに追いついて、いえ、追い越すくらい成長するためにも。いいじゃない。そしてね、これ全部って言うと多分俺の下が終わるんで。てかもう本当 P はね、もうそれこそ黒の、まあこのね、あのバンとアニエスの2人にとって最初のメンバーだからさ、でまだまだ頼りない頃から始まって成長したよね。じゃ次は一応ベルガルドも見ていくか。体もいいしな。アウトバーンでひときわ存在感を放つご老人がいる。BZC。いい写真。いやまあ確かにかっこいいけどさ。どうやって撮ってんの？ってバレるぜ。あの時の大主が今や仲間を得て裏解決屋という道を見出し、自身の問題と向き合って己自身を大切にできるようになった。そして私がそばにいてやれなかった3ヶ月前の事件も見事に乗り越えた。お主の成長を心から嬉しく思うぞ。照れくさいことを。そこは今後の課題であろうが、一人で抱え込むことももうあるまい。私もいくらでも力を貸そう。お主の師として、臨時助手の一人としてな。
か助手というより壮大に役って感じだよ。じゃあまあひとまずここら辺で区切りとさせていただきまして、次回から少しずつ 4SPG の方も消化していこうと思います。見つけてしまった G トークンの文字、そうか今回もあれ集めるんだなそのうち出てくるのか、なるほど、了解了解。はい、じゃあね、まあ次回はいよいよあの戦闘とかもあると思いますんでね、何時間ぶりの戦闘になるんだろうはい、あとはまあちょこちょことまだ回収できてない部分というか、あのお金が足りてなくてね、やれてない部分もありますんで、それでまあ 4SPG こなして、まあミラが増えればまあね、また回収できる機会もあると思うんでね、忘れずにまた次回やっていこうと思います。はい、では英雄伝説界の奇跡実況プレイパート10、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見に来るなー。